明るいところから急に暗い行動に入ったからな。特にそう感じるぜ。あっとた、あ、危なかった。大丈夫ですか、タオさん。うえ、ちょっと驚いたけどね。暗くて見えなかったけど、いろんなものが落ちてる。昔使われてたものがそのまま残っているみたい。持ち出す余裕もなく廃校になったのね。言われただろ、もともと廃校なんてのは危険だらけの場所だぜ。おまけにここはやけに広い、迷路みたいになってやがる。思った以上に危ない場所なのかも。そうだね、みんな気をつけて進もう。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。よいしょ。とりゃー、水は何にでも使える。よいしょ。貴重よね。ちょっとこれ使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。どこに行こう。着替えだ着替えだ。いいでしょう。着替えだ着替えだ。こんな感じでどう？こんな感じでどう？あ、これ結構好きかも。どこへ向かうつもり？よし、行くぞ。どうか怖いことだけは起こりませんように。砂をどうするのか。よーいしょ。砂鉄や砂金が目的とか。みんな気をつけて。くれ、当てる。そこ正解。連続よ。当てる。しっかりさ、力を見せろ。正解。連続よ。そこ、今度は任せな。風よ、吹いて。当てる。じゃないとダメなのか。まあいいけどな。
どうしてここだけ明るいの？これ、この坑道の明かりって魔石が使われてるんだね。ずっと暗い坑道を歩いてきたからちょっと落ち着くね。そうだな。それにしても他のところは消えちまってるってのに、ここのは消える気配がねえな。誰も来ない廃校でずっと輝いてくれてたのね。私たちにはありがたい話だけどね。ここから先真っ暗だね。手探りで行けないこともなさそうだけど、ちょっと危険かな。ああ、この先ちゃんと道が続いているのかもわからねえし、無理に進まない方がいい。何か暗闇対策を考えなくちゃ。ワクワクするね。そこ！よいしょ。火薬を使った武器、あの時もしそれがあったら。植物と違って宝石を見分けるのは難易度が高すぎるわ。
れは食べられないキノコ。私の苦手な味だし。薬効成分のある草が必要なら言ってくれればすぐ見つけるわ。あった、これこれ。魔物からも材料が取れるのね。むしろ取れないものって存在するのかしら。何が出るかな。遺跡だ。ここがレントが言ってたところかな。本当に鉱山の奥にこんなものがあったんですね。働いてた人たちは見つけなかったんでしょうか。鉱山の奴らが見つけたんだと思うぜ。だから行動が遺跡に続いてたんだろう。でもそうなったらオートでも騒ぎになるはずだよね。ここの記録にはそんな記述載ってなかったけど。レント君は遺跡の中には行かなかったのかな。あの口ぶりだと言ってないと思う。忙しそうだったし。一体何してんだか。詳しい事情は知らないけどよ、もともと仲間だったんだろ。うん、大切な友達だよ。なら今はそっとしておくんだな。男には一人になりたい時もある。そうだね。何にしてもまずは遺跡に行ってみましょう。レントのことはそれからよ。どうしてこんな危険な場所を放置したままにしてるのかしら。いろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。何が出るかな。すごいよ。レアな鉱石はわかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。よいしょ。材料のまま使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。
材料については少し詳しいんだ。現地調達できる治療手段だからな。あった、これこれ。とりゃー、わー、綺麗な原石。これで何作ろうかな。取れた。これ、おやつによく食べる木の実だ。香ばしくて美味しいんだよね。教科書で見たことはあるけれど、あった、これこれ。実物はこんな感じなのね。頑張ろう。そこ。じゃあ。
くれ。そうだ、邪魔だ。当てる。ライザ、行くよ。何を使おうか。一気に行くよ。手品を見せてやるぜ。何を使おうか。当てる。そこだ。ライザ、行くよ。力を見せろ。それがまだ。クラウディア、行くよ。ライザ、行くよ。当てる。なんてこった。そこ。まだまだ。正解。連続よ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。ライザー、行くよ。始めるよ。当てる。ここ。まだまだ。そこだ、ライザー。力を見せろ。何を使おうか。一気に行くよ。当てる。くそこ。ライザ、行くよ。力を見せろ。変えるよ。くれ。当てる。そこ。まだまだ。逃がさない。くれ。くれ。正解。あたしたちの勝ちだね。赤いやつが出てきやがった。当てる。くれ。ちょっ、そこだ。とりゃ。ちょっと持ちすぎかも。このままでも十分使える。これはランタンみたいですね。でも燃料も入れてないのに火が灯ってるよ。すごい便利だね。これなら燃料を気にせず探索できるんじゃないかな。どういう仕組みなんだろう。ただの作りじゃないことだけは確かだけど。なんだそれ。他の遺跡にも同じようなものがあったし、多分このランタンの作り方じゃないかな。いつどこの誰が残したものか知らねえが、使わない手はない。利用させてもらおうぜ。トレジャーハンターならランタンくらいは持ち合わせていると思っていたんですが。忘れた。よし、さっさと行こうぜ。
ちすぎかも。出てきやがった。当てる。そこ。くえ。行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。こんなのはどうかな。何にしようかな。入れる場所は、どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。変わりそう。こんな感じかな。フィーがいてくれて本当に良かった。私ね、ここに一人で来た時ちょっとだけ心細かったんだ。ずっと村から出ないで生きてきたから、一人で大丈夫なのか怖くてね。から元気でごまかしてたけどさ、本当はずっと不安だったんだ。でもね、今はもう平気だよ。フィーが一緒にいてくれるおかげで寂しい思いせずに暮らしていけてるよ。フィーはもう私の家族だよ。島に帰ってからもずっと一緒にいてくれるよね。任せてって言ってるのかな。ありがとね、フィー。ブニー、帰っ。何をしようかな。
ーし、い何作っちゃおうかな。入れる場所は、いろいろやってみたいな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。あれ、あ、ちょっと変わりそう。どれにしようかな。入れる場所は、何を入れよう。あれ、あ、ちょっと変わりそう。これでどうだ。うんうん、悪くないね。どこに入れようかな、どこに入れようかな。何作っちゃおうかな。行きますか。よーし。
何か変わった。これでありがとね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 。また見に。どこに行くの？ここはちょっと危ない。来るつもりなら人数分必要だな。持てるだけ持って帰るぜ。あった、これこれ。たくさん使うのならたくさん持っていくわ。何度も取りに来るよりもいいでしょ。力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。取れた。鉱石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。とりゃあ、早く受け取ってください。火薬の扱いには慣れていないんです。取れた。大
称で扱うようになってから一目で見分けがつくようになったな。取れた。よいしょ。してるのかな。何かの信仰対象とかかもしれねえ。俺はそういうのに興味ねえからよく知らんけどな。特に何かあるって感じじゃないね。飾りとか調度品みたいなものでしょうか。それにしちゃ随分と目立つところにあるな。何の意味もないとは思えないな。何か匂いませんか。正体はこいつだな。それは油かしら。そのようだが、普通の油よりもずっと粘度が高い。こんなのは見たことがねえ。どうする？一応持っていくか。そうだね。何かの役に立つかもしれないし。私その匂いちょっと苦手です。とりゃー。こいつ多分強い。当てる。せーの。そこだ。当てる。せーの。そこ。何を使おうか。メイザ、行くよ。せーの。連続よ。メイザ、力を見せろ。当てる。そこ。無理すんな。何を使おうか。一気に行くよ。当てる。マイザ、行くよ。力を見せろ。まだまだ。そこだ。ここは連続よ。どうだ。当てる。そこ、そこ。まだまだ。手品を見せてやるぜ。マイザ、力を見せろ。始めるよ。一気に行くよ。
当てる。そこさあ始めるよ。まだまだ。正解連続よ。どうだ。楽勝楽勝。さあ早くも成長実力が増してレート経験。